バックストレッチ、誘導員をかわす1番の島田、4番田中は下がります。さあ、田中は一旦5番手に抜け出す形になった。残り600の鐘。さあ、1番の島田がペースを落とす。2番手は5番の平田、3番手には3番の小沢。5番手じっくり構える4番の田中。4コーナーからホームストレッチ。まもなく残りが1周。さあ、ここで4番田中仕掛けてきた。合わせて踏んでいくのは1番の島田。4番田中が懸命に2番手まで上がってきた。1番の島田も踏んでいるが、ここは4番の田中が一気に前を捉えていった。2番手に収まったのは1番の島田。その後ろに7番の勝又が行ってさ、7番勝又も自力でまくって、ここは2番手まで上がってくる。4コーナーから直線。4番田中先頭、追いつく勢い、7番勝又も追ってくるが、4番の田中踏み直した、ゴールイン。粘っています、4番の田中。